皆さんこんにちは。株式会社アライの本山です。本日はこちら温泉水99のご紹介です。ではまずこちらをご紹介する経緯の方を説明していきたいと思います。今コロナ禍でですね、在宅ワークも増え、食べるものだったりそういうものを気を使う方が増えてきたということで、こちらの温泉水を飲んでいただいて健康になっていただきたいという思いからこちらをご紹介します。それではこちらの温泉水99の特徴をご紹介していきたいと思います。まずこちらのお水はですね、とにかくアルカリ性の高いお水でして、普通水道水ですと中性なんですが、こちらのお水は高いアルカリ性となっております。2つ目は高い浸透力がありまして、茶葉にこちらのお水常温で入れていただいてもしっかりと味が出ます。次にこちらのお水にですね、鉄製のものを入れておくと錆びないお水になっております。最後にですね、こちらのお水油と混ざります。普通の水道水ですと油とお水は分離しますが、こちらのお水は油と混ざって乳化します。本日はそちらの実験をしていきたいと思います。それではこちらが温泉水になります。そしてこちらが水道水になります。では今からごま油を入れて混ぜていきたいと思います。では混ぜ終わりました。でこちらが温泉水になります。白く濁っております。こちらは水道水になります。もう完全に水と油が分離しています。でこのように油が混ざりました。いかがだったでしょうか。今回このお水を使って実際に油と混ぜるという実験をしました。実際これがどういう場面で使えるかというと、お料理なんかでは例えばドレッシングなどで使っていただいても油と混ざるので使いやすいと思います。スープなどに使っていただいてもお肉の油とも混ざりますし、オリーブオイルなども混ざりますので、ぜひお料理でも使っていただきたいと思います。でもう一つは化粧水、実際に皆さんで化粧水を作っていただくということもできます。こちらの水お問い合わせは株式会社アライまでよろしくお願いします。個人でお求めの方は川口ブルワリーお願いします。ご視聴ありがとうございました。